皆さん応援とご支援ありがとうございました。最終日にメダルを獲得することができたのも本当たくさんの皆さんのおかげです。初代女王になることを目標に頑張ってきたんですけど、淡泊ともに金メダル取ることができました。金メダルを取ることができましたのは皆様のご支援のおかげです。ありがとうございました。本当に応援のおかげでこのような結果を出すことができて感謝しています。ありがとうございます。金メダル1つ、銀メダル2つ、銅メダル2つの、5つのメダルを獲得することができました。 SB11 クラスの 100m 平泳ぎで銀メダルと S11 クラス 100m バタフライで金メダルを獲得することができました。WH2 クラスでシングルスで優勝と、ダブルスで銅メダルを獲得することができました。今日は胸を張って本当にやってよかったな、皆さんとこうしてですね、閉会式を迎えることができて本当に良かったな、心からそう思っております。改めて夢と感動をいただきましたことに心から感謝申し上げたいと思います。中学生高校生が入賞した時にじゃあ連絡を取り合おうということで、その第一号が山田さんでした、ね、それで、まだ試合が残っててまだ緊張感がある中だったんですけど、いろんなお話をさせていただいて、将来は外交官を目指したいということで、外務省の方にはですね、山田さんが外交官希望だってことはちゃんと言っときましたから、ぜひ目指していただきたいと思います。ただ山田さん、あの時に次のフランスパリ大会も頑張ってねって僕が言ったら、その頃は受験があるからどうですかねって言ってたんだけど、どうですか、2つのメダルを取ってその後気持ちの変化は。今理想としているのは両立ができて、パリにも出て受験もできたらなって思ってます。初代女王里見さん、おめでとうございます。今その高校生や中学生でいろんなことに壁にぶち当たって悩んでる子っていっぱいいると思うんですけど、何かヒントになる言葉があったら声をかけてほしいなと思います。私は車椅子成り立ての頃は本当に引きこもりがちになってしまってたので、バドミントンきっかけに本当に外に出て、今こうやって皆さんの前に出てるわけなんですけど、皆さんにもそういう風に一歩踏み出すような勇気を持って何か、ね、始めてもらえたらいいなっていうのは。道下選手はズバリ何歳ぐらいまで続けたいと思われてるか。私の目標は80歳まで続けるという目標がありまして、もちろん競技者としてではないかもしれないんですけれども、本当に走り始めて毎日が楽しいので、この生活をずっと続けていければいいなと思っています。交通事故で車椅子になってしまったんですけど、その時にこうすごい周りの友達だったり野球をしていて、そのチームのコーチがすごくこう励ましてくれたので、こう動けるようになって、何かこう恩返しがしたいなと思った時に、体を自分が目いっぱい動かすことでプレーすることで、それが一番恩返しになるんじゃないかなと思って、それでこう何かスポーツをしたいなと思った時に、パラバドミントンが正式種目になるっていうのを聞いたので、それで目指してみようと思ったのが始めたきっかけです。きっと今回のことを通して、私もちょっとスポーツやってみようかなとか、こういうふうに思ってくださる方が多く出てくるんじゃないかなということで期待してますし、残念ながら競技会場に来ることができなかった子どもたち、小学生や中学生、地元からぜひお話を聞きたいとか、競技を教えてほしいっていうような、そんな要望がきっと来ると思うんです。ぜひですね、小学校中学校子どもたちからのリクエストがあったら学校へ行ってあげて、少しでも直接お話をしてくれたら、いろんな勇気をさらに与えてくれるんじゃないかと思いますので、これ改めてメダリストのみならず、全てのパラリンピアンの皆さんにそんな応援をしていただくとありがたいなと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。